んにちは、山岡ゆり子です。ちょっと気になる話題をお届けするゆりトピ。今回は2月の誕生石、そして後半に誕生花、少しお話ししたいと思います。誕生日、記念日のプレゼントなどにぜひお役立てください。2月はまだまだ肌寒い日も多くて、暖かい日が待ち遠しい時期ですが、キラキラの石と和ませてくれるお花で心は暖かくいたいですね。2月の誕生石はアメシストです。アメジストとも言われていますが、宝石名は濁らない、アメシストと言われます。和名は紫水晶です。綺麗な紫色、スミレ色の宝石なんです。紫というと日本でも昔から高貴な色として知られていますが、宝石言葉でも高貴、誠実、心の平和とされています。このアメシストにはこんな伝説があるんですよ。お酒の神バッカスがある美しい少女を獲物の餌食にしようとすると、月の女神が少女を透明な石に変えて少女を救ったのです。バッカスは悪いことをしてしまったと謝りながら、その石にブドウ酒を注ぐと、その石は美しい紫色になったそうです。その少女の名はアメシストでした。またお酒の神が関わっているからなのでしょうか、このアメシストはお酒を寄せ付けない、身につけていると酔わないとも言われているそうです。古代ローマではアメシストの杯もあったとか、数珠や魔除けにも使われていたアメシストです。2月の誕生石、アメシストのお話でした。ゆりとぴ、2月の誕生石はもう一つあります。クリソベリルキャッツアイ、これは和名は猫目石と言います。キャッツアイ効果が最も得られる石と言われています。そして2月の誕生花です。梅、チューリップなどが選ばれています。梅は忠実、忍耐、チューリップは思いやり、誠実な愛といった花言葉があります。チューリップはつぼみの姿も可愛いので、アレンジメント、花束にぴったりですよね。2月生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ちょっと気になる話題をお届けするゆりとぴ。次回もお楽しみに。